これから始めさせてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず紹介から。はい、僕が、卒業した平成音楽大学 の、はい、同じ4期生で同級生のあっくんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで今日、まあ、呼ばれたんですけど、はい、何をしましょう。ですね、僕がちょっと大人になって新しい趣味を始めまして、今回こちらおデジタルサックスというものを購入しました。手に入れました。素晴らしい。ただ買ったはいいものの、楽器は未経験、本で見てもわからない、動画を見てもわからないので、すぐメイ君に電話して教えてくださいとということで、はるばるここまで来ていただきました。はい、なのでドレミファソラシドもよく分かってない状態でスタートしたいと思います。はい、はい、ということで、では、まあ、またちょっと始める前に、はい、これ品番何でしたっけ。これヤマハのですよね。はい、ヤマハの YDS150 というものです。おお、はい、結構ね、それなりの値段がするもので、僕もちょっと買おうかどうかちょっと迷ったぐらいの感じで、うん、なんとこれで声かけてもらった時にこれを買ったと聞いたのでまあ僕もすごい興味がある楽器だったので、はい、しかもこれから始めるということで、うん、ただ数年前なんだけど覚えてるかな、一回アルトサックスをやりました。初めてみたいなということで、はい、たった一回きりのね、はい、レッスンで、まあなんとかあれだね、ふるさとにっていうところまではやったよね。ただまあ音を出すのだけでしんどい。そうね、あの時すごい苦しそうだったね、もう苦しい。ただこれは吹けばなると吹けばなると思ってたんだが指が難しいと。おいや、でもやっぱ吹くだけで相当力、まあ力はいるっていうか、まあ最初吹くだけで精一杯になると、うん、やっぱ指とかもそのちょっとちらっとここに来る前も少し話もしたんだけど、うん、その時にやっぱ思ったのが指どころじゃなくなるっていうか、うん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 、吹くのに精一杯、うんうん、ただ吹くのが楽だとその分その運指とかそういうのも意識がいきやすいので、うんうんうん、まあ最初これから始めて後で慣れてきた時にその本物のサックスを始めるっていうのも、まあすごい流れ的にはいいのかなと。いや、まあ、すごいいいと思うし、見てまず見た目がかっこいいでしょ。機関銃みたいでここにねやられましたね。そうですね。でこれまあまあ後でも触れるんですけど、一応まあこれソプラノサクソフォンとまあ同じ形をしてるんですけど、まあこれは設定でアルトサクソフォンもテナーサクソフォンもバリトンサクソフォンもできると。はい、ということで。そうなんです。なんならキーも変えれちゃいます。どうやってどこで変えるんですか。こう後ろに電源ボタンがあって、ボイス、こちらで音色を変えます。でボリュームが0から15まであって、この楽器自体から音を鳴らすことができるのと、まあ、もちろんスピーカーにつないで大きく音を出すことができるのと、ここにヘッドホンさせますので、自分でヘッドホンつけてミュートですることもできます。じゃあね、昼夜構わず、はい、自宅でも使えます、することができると。はい、まあ、それは素晴らしいです。はい、で説明してますが、僕はまだ全然吹けませんとでも、もうだいぶこの設定も覚えてるみたいなので、はい、とりあえずでも音を出し聞いてみましょうか。はい、僕も初めてなんで。いきますね。素晴らしい。ここまでは。これもしいきなり本物のサクソフォンでこんな感じで出せたら、すげえことなんですけど、うん、いやでも、すごく綺麗な音がしますね。はい。なんとなくうまく聞こえるような風に出てくれると。ちなみにこれ2オクターブいけますか。2オクターブ今ドレミファソラシで、うん、そう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 、はい、やけど、まあ、これはもうサクソフォンと同じで、オクターブを押して、それがまた難しいね。なんかいきなりすげえ高くなっちゃったけど、これなんか吹き方で音変わっちゃうんですよね。あ、そうか。そうなんですよ。あ、そうか
倍音になっちゃうんだ、すごいな。多分僕今ここ押してたからですかね。あ、それはそうだね。そうそう、ここのまずボタンの位置がまずよく分かってないっていうの。あ、そうかそうか、ここだ。じゃあもう一回いいですか、真ん中のとこから。あ、なったなったなった、はい。この丸いやつが本物ね。そうですね、本物っておかしいけどね。まあこれが基本の位置、ね、うん、定位置っていう。でまず謎なのが、ここに2個あるのは何ぞやと。これは、あ、まあこれはね、あのどれですよね。ここを押すと、レのシャープ、ミのフラットになる。はいはいはい。とここになんかこんなシャ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 ってこのあるのは、これはまあ後ほどなんやけど、後ほど、多分ここは今の段階では使わないかな、この上2つ。なるほど。こっちは、こっちも今の段階ではそう半音系だけど、うん、ここは使わない、上の方は使わなくてもいい。なるほど。まあ、ここだけ使うかもしれない。今言ったところは全く使わなくても、うん、半音階は一応全部は吹けます。あ、できるんだ、はい、へえ。となんかここに4つあるやないですか、ね。この一番上は、うん、そうか、そのシャープ、そのシャープ、はい、ラのフラットの時にこれを使う、はい、でこっちは、低音の時だけ、ひっついてた、うん、低音の時だけ、うん、Cのフラット一番下のドを鳴らしてみて、でこっち押してみて、そう、これがドのシャープ、ね、それが Cのフラット、んで、それが Cのナチュラル、Cのナチュラルということは Cと一緒、うん、いや、そうじゃない。ここ。そうそうそう。で、これはもうその、サクソフォンもそうなんだけど、ちょっとこう、倒す。はい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 。左側に寄った感じで倒しちゃうと、このドのシャープ一緒に押さえるので、これ違う音が出ちゃうから。そう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 。そう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 。はぁ。これはね、でも結構、サクソフォンを始める人でも、まあ、それこそ音大生とかでも、まあ、苦労する動きではあるんですよね。ここがね、リコーダーにはないところですね。そうですね、うん、完全にそこは使わない。リコーダーはこっちの小指は使うけど、こっちの小指はね、使わないので。あと一番厄介なのが、この3つの間にあるこの変な1個と、あ、一番上のこの1個。そうですね。だけど、その、これは、ラのシャープとシのフラットになるんですよ。はいはい。普通に。今ソラシのナチュラルやったけど。ははは。日本のラからラから、うん、これ。薬指上げて、その2本でまずラ出して、で、これ最初にやるときに、そう、一緒に押す、この一緒に押す、うん、で、ずらす。だけど、あんまりここに入りすぎちゃうと上がらんからじゃあ、そうそうそう、上げる方はこの真ん中を上げる。上がってない、ね。上がってない、なんで。お？なんで？あ、これちょっと謎だな。なぜ変わらない音が。ちょっと一回、ちょっと、吹いてみて。あら、
あ、押してた。押してた。ここ押したらいかんよ。押しちゃダメ。ということは。あ、出てきた、出てきた、出てきた。押しがち。俺気づいてなかった、全然。押しちゃダメなんだもん。はいはいはい。あのね、なんで押しちゃダメかって言うと、まあ、これはあんまり変わらないんだけど、あの、実際、外しても上がったんだけど、はい、ここ押しちゃうと、ここがほら閉じるんだよね。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、なるほど、なるほど。そうそうそう。だから、買い指になるんだよね。だから、あの、多分この押さえたまま、こうしても、変わんない状態と同じになってたっていう。やっぱ、ああ、でもそういうところまで再現できるっていうのはやっぱすごい、ね。言い間違いしたね。うん、なるほど。で、この上の、これはこれが、ハーモニクスキーって言って、もうかなり高い音を出すときに、これオクターブキー押さずに、あ、押していい、うん、中指で、中指で普通にするんで、うん、あ、違う違う、ここやろ、ここそうそう、最高音になるのかな。いや、それよりもさらに半音上あって、まださらにあるんだけど、ちょっとね、耳はちょっと痛いかな。まだまだ最上までハーモニクスがあって、ここら辺の音域出すときに、まあ、必要なあの指ではあるんで、はいはい、基本的に使わなくてもいい。なるほど、なるほど。はいはい、で、今あの吹いた音域に相当するのが、このサクソンの中で一番難しいってされてる、あの、まあ、ここのテーブルキーとともに、はい、ここのキー。これ、あ、これ。ここはもう。左手忙しいな。ここ一個だけでまず例が出る。うん、オクターブ押さえながら、うん。ちょっと待ってな、押さえるところがね、多分ここや。ここが最初、うん、そう、ここ刺す、さっき言ったここ、ここを刺す、ここ、ここ、あ、ここ、さっきスカナだぞ、うん、で、全部刺す、そう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 、それでレミファーなんだ、ね、なるほど、なるほど、すごっ。やっぱ見てるだけでわからないね、こういうのはね。理屈で説明すると、結局管が、まあ、短ければ短いほど高い音が出て、うん、で管が長ければ長いほど下の音が出るってことだから、うんうん、だから実質的にさっきやったそのシノフラとここを使うやつは、うん、全部が閉じてる状態なんで、だからここまで息がもう行くってことなの。なるほど。オクターブ押すんだよ。で、そっから少しずつ、今ここが2個閉まってる状態、うん、で、構造的には、あ、まあそれキーがないからあれなんだけど、C、うん、のナチュラルってなるとここだけが抑えられる。はい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 、わかる。だから少し短くなってる、うん、で、ドになるんで、うんうんうん、で、ドのシャープは今度ここが開くから、はい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 、そうすると、まあさらに短くなって高い音が出るっていうことになるんで、あとはこうやって一個ずつまあ上げていって、その、なるほど。で、ここら辺で途中に、だから例えばこういうのがあるけん、半分、はいはいはい、あの少しここの間にその押さえるその管の長さ調整するやつ、そのキーがあるから半音階が出るっていう形になる、うん、はい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 、まあ、理屈にはかなってるかなと、うん、最高空いてここまで開く状態で、あのこのキーで出せるのは、あの音が出るっていう、ほうほうほう。これサックスを吹く人にいきなりソシャープ出してって言われたら、ヒュッて持っていくもんなの。じゃあ、はい、ラシャープって言ったらパッて指で、まあそれは行くんだね、うん、ああ、じゃあみんな覚えてんだ、ちゃんとその流れでこうダダダダダダ、あ、ここかじゃなくて、フッ。だから始めたてで、まあ、例えばその中学生とか、うん、まあでも高校生の始めたてとかの子はやっぱいちいちそれを確認しながらやっていってる、ね、ああ、やっぱそうなんだね、うん、なるほど。俺も小学校、中学校、
俺さ、楽譜を読めるようになったのが、あの恥ずかしい話に高校からなんだけど、うんうんうん、あ、指はラのシャープこれとかは分かってたけど、うん、やっぱ一個ずつその音符でやっぱ見ていきながらやるようなことはしてたと思う。ねえ、なるほどな。それこそすごいあのことしてるなって思ってた時期があって、その大学生の時に、うん、そのピアノの指使い見てピアノ弾いてたやつやな。人がピアノ、いやすげえなと思って、でもそんぐらいだけ動体視力いいから、そのサックスも実はそれでやってる人もなんかいるんだ、うん、そうそうそう、いや実際そっちの方が簡単そうな気がする、こう吹いてもらうの見ながら、うん、サッ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 サ確かにそうかもしれない、そのタイプではあるかもしれないけど、うん、それしちゃうと自分で練習できないからね。そうね、うん、であとなおかつそのこれを演奏ならいいんやけど、多分これでやった時にちゃんと置き換えれるかどうかっていうのはちょっと問題があるかもしれない、ね、なるほどな。ということで基本はなんとなく分かりました。そうですね、うん、あとそう、あの説明してないのは、あとファのミのフラットとかは説明したけど、ファのシャープはね説明してないね、うん、そのファのファのシャープとか痛ねえっすよ。ファはこれやっけ、うん、ここ入れ替える、うん、それで一番素直やん。そう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 。で、ファのシャープもう一個指があって、ファを押さえたまんま、これを押す。あ、ファじゃねえよ。ファのシャープを押さえたまま、ファのナチュラルを押さえたまんま、これを押す。そう。そう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 。すいません、途中で切れてしまいました。じゃあ、どこまで残ってるかわからないんですが。一応、半音階の説明まだしたのね。ああ、そうね。そうそう、全部した。うん、多分なくなってるんでしょうけど、ボタンの穴何個クイズだと数えてみますか。そう、皆さんどうでもいいことなんですけど、ボタンが 何個あるか知ってますか。数えてみましょう。押さえると、じゃあ行きましょう、はい、まあ実はここもあるからね、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で10で、サイドに11,12,13,14,15,16 ですね。で17,18,19,20,21,22,23 で、これで24か、はい、あれさっきと違うくなってね、さっきと違うね。もう一回いいですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 で、こちら17,18,19,20,21,22,23,24 ですね。大きい入れた2424で、でこのソプラノはその余計に1個キーが多くついてるんで、うん、でバリトンも本当はここについてたりするので、はい、ソプラノとバリトンは24個、はい、でテナーとアルトは23個っていうことだと思います。あの豆知識として覚えてください、はい、もし間違ってたらコメントしてください。違うよちょっと違うよちょっと、もしくは僕のは25個だよみたいな人がいたらぜひねご連絡ください。そうですね、うん、あと特殊なキーつけてる人もいる、あそうね、あるんだ。あのモデルによってはそのハーモニクスキーって言って、うん、このオクターブのところにもう一個別のオクターブつけてる人もいる。へえ、面白い。まあその人はだから例えばまあアルトだけど、うん、それしかし24よね、うん、23のアルトが24になってたりする。へえ、オクターブとかはだから実はこのラで切り替わるから、ラより下の音になった途端にここが開く、うんうん、だからそういうのがあるから、うん、キーの数としては多分もうちょっとあるんだよね、たくさんあるんだろうなっていう。さあ今日一番勉強になった話だと思います。これ知ったところでね、でもあのどうもないかもしれないけど、でも本当クライネットとかファゴットとかもっとあるしね。そうやな、うん、だからそう、逆にあったら聞いてみるかな、クライネットですね、ボタン何個あるか知ってるとか答えられんと思うよね。こんな知識ね、あの正直あの知らんでも、うん、あのいけるもんな。いけるいけるいける、うん、どこがどうついてるって どこが開くんだっていうのは、うん、まあもちろん楽器俺は興味あるからリペアのところが、うん、だからあの見てはいるけど、うん、個数数えたことはなかったです。ちょっと今後聞いて回ってみましょう皆さん。みんな意外とみんな知らないよって思ったらコメントください。そうですね。でちなみにこれは何個あんの。何個あるのかね。これね、まあほとんど同じだったけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 でオクターブが23と、うん、もう1個あるんですよ謎。あー、これなんかバリトンのラだ。これはバリトンのラ、うん、はー、これラなんだ。ちょっと出してみよう。ん、
いや全部押さえてね、全部押さえて、ここも、あ、ここ、うん、ここまで、あ、ここは押さえても出るかも。ここで、はい。あ、え、これ今設定変えた？あ、もう変えないよ。ソプラノサックスのまま、うん、ソプラノサックスでもラが出るっていうことか。じゃあすごいね。じゃあバイオリンの曲完璧に弾けるじゃん。バイオリンの曲？うん、もう完璧に弾ける。あ、そうなんだ。生で出せないからね。なるほど。すごい、素晴らしいです。ということは、あの、さっき僕が弾こうとしてた曲のラ、いや、あれは、そうだから。あ、そう。何よりしたらダメ。そうそう。なるほど、なるほど。そうか、そうか。ということで、はい。これにはラもついてますと、はい。今日はね、一曲僕、ちょっと練習したいなと思ってるんです。これは何ですか、今。そう、ここだけの話。これはもう、絶対これ言っちゃいけないですよね、けど。買って、これ買って、家に帰って、